マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は右の九里、対するベイスターズの先発はルーキーの東、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の九里、登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは山田。第9球投げた、初球打ち抜けた、大和ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。ここは送りバント、取った、一塁送球、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。カープ先制のピンチを迎えます。打った、これは強烈、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。カープ同点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で松山、チェンジアップに送ってストライク。さあ、次の投球、危ない球、第3球を投げた、直球ストライク、インコースへ。次が4球目、投げた、打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒットになる、レフトからセカンドへ、カープ追いつきました、2対2、松山タイムリーツーベースヒット、カープなおもチャンスが続いています。バッターは6番野間、投げた、1球目ストレート空振り、初球空振りから、これも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打ちました、センター前進、掴んで、これで3アウトになります。さあ、リプレイです。1回が終了しまして2対2、カープこの回2点返して同点としています。同点で迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面、打った、セカンド左抜けるか、菊池そのままベースに入ってスリーアウト、一塁ランナー残塁です。3回の表が終わって2対2、現在同点です。カープリードで迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面で松山、見送ってストライク、第2球投げました、ストレートはストライク、伸びのあるストレート、第3球はマシンで捉えた、セカンド強襲、あっと送球それた、セカンドのエラーが記録されます。同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で宮崎、打った、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、宮崎いいバッティングを見せました。カープピンチを迎えます。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント、二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げました、打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。クリ見事に流れを断ち切りました。さあ、試合終了まで何が起こるか分かりません。同点で迎える5回です。今日1打点松山、投げました、真ん中に飛ばしてストライク、まずは見送りました、投げました、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。カープクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。前半が終わりまして3対3、同点です。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。第9球ストライク、まずは見送りました、1球目ストライクから、打ちました、これはいい当たり、入れば、入った入った、ホームラン、逆転、満塁ホームラン、カープファンで埋め尽くされたライトスタンドに吸い込まれていった、ムービングファーストを完璧に捉えました、反対棒のアーチ、カープ見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。
ピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面で峰井投げた、初球を打った、一、二塁間への当たり、ベースカバーに入る、フランス取ってアウト、カープなおもピンチが続きます。さあここが試合の分岐点となりそうです。第2球投げた、打ちました、抜けた、三塁ランナーホームに帰ってくる、カープ大事なイニングで追いつかれてしまいました。7対7フランスはここは踏ん張れませんでした。身長差を欠いてしまったか。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。代打は音坂投げた、154キロ直球、空振り三振。右バッターボックスは9番桑原。第9投げた、初球から打ってった、1、2塁間ライナーで破った、ライト前クリーンヒット、桑原ナイスバッティングです。カープピンチを迎えます。今日2本のヒットを放っている山田、カープ一度負け越しのピンチを迎えています。打った、三遊間へのゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。8回の表が終わって7対7カープ同点に追いつかれています。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ここまで2安打筒香、カープここはなんと打ちました、初球打ち、中田掴んだ、一塁送球アウト、ゲームセット、カープ見事勝利を収めました。本日のヒーローは松山、今日5打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は11対7カープ勝利しました。勝利投手はフランス、敗戦投手はパットン、カープ全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。